親愛なる皆さん、現時点で地球のエネルギーに起こっている変化に気づいていない人々は、恐怖と絶望におののいています。このイベントについては、すべての主だった宗教の経典、スピリチュアルな教えを通じて、時代を超えて予言され続けていました。この時代は強力であると同時に、現在何が起きているかを知らない人たちにとっては、困難で恐ろしい時期でもあります。この地球は、人類の三次元の集合意識で作られている低い共振周波数のエネルギーから離れつつあり、上昇している最中です。そして、物理的にも、心理的にも、精神的にも、たくさんの三次元的な信念は崩壊していきます。あるいは、もうすぐそれ自身の空虚さの圧力によって、三次元的信念は破壊されます。人類の一般的な理解からは、多くのことが隠されたままで、そこには、たくさんの別の世界の存在のことについても隠蔽されています。なぜなら、三次元だけでの理解というものは、嘘の捏造によって、深刻なほど制限されていて、その嘘が現実だと認識されてしまっているからです。皆さんは、混沌の目撃者となることを恐れる必要はありません。その混沌は、あらゆる個人的かつグローバルな階層でのアセンションのプロセスに付随してくる現象です。この時点においては、そのようなカオスは古い意識性を変更させるために、集団意識に対して必要不可欠な要素になっています。この古い意識性こそが、人類全体を奴隷化させてきたもので、もうその必要性が失われてしまったものです。多くの人が現在経験している身体的問題の大部分は、古いトラウマや病気、心配といったものによって維持されてきていた低い周波数の浄化であり、解放です。これらの古い記憶は、今世のものの場合もあれば、前世のものの場合もあります。このようなネガティブなエネルギーは最も抵抗が少なく、物理的肉体の中で弱っている箇所から抜け出ていこうとします。その際に、身体的不調が起きます。このような身体的不調を伴ったプロセスが起きることを許可してください。これらは必要不可欠で、そして、一時的なものです。現在地球に注がれているより高い周波数に合わない全てのものは、自動的に溶けてしまったり、浄化されるか、あるいは、露出されていき、みんなに認識されるようになります。皆さんは、皆さんの周囲で起きている三次元のイベントに対して、イライラしたり、時には怒ったりするかもしれません。なぜなら、皆さんはマスコミで報道されるニュースというものが未だに重要であったり、聞く価値があるものだと考えている世界と、整合性が取れなくなってしまったからです。このような変化に同意できない、あるいは古い偽りの理解の世界から抜け出ることのできない人たちは、より高い周波数に囲まれた状態で生き残ることができません。そして多くの人たちが、この時期に、より発展した地球に戻るために、去っていくことを選択します。死は決して偶然に起こることはありません。死とはより深い意識レベルで行われる自由意志による選択の結果です。これは実際のところ、その魂の選択を表現しています。すべてが計画通りに進行しているので、辛抱強くしてください。現在、すべてが本来あるべき状態です。すべての瞬間を今として、最も高いレベルの意識を持って、生きてください。その高いレベルの意識性は、より大きな意識を開いていきます。未来や過去の人生に生きても、それらは皆さんに皆さんが準備していたり、必要としているものを受け取らせるものではありません。人生のいついかなる時も、今として生きていくと、その人生はシンプルに、楽になります。もしも、皆さんが過去や未来について不安になっていることに気がつくことがあったら、皆さん自身が人間としての経験を持った神の意識だということと、協調、満足、ワンネスというものが現実だということを認識してください。自分自身が正しいと信じてください。仮に、皆さんの人生が三次元の理解に合致していなかったとしても、それはそうあるべくしてそうなっています。皆さん自身が知っている自分自身でいてください。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後は、ももちゃんの変わる世界、終わりの時です。ももちゃんの歌の詩に合わせた、アンチマスク活動向けのオリジナルグッズの販売もしていますので、そちらも概要欄からぜひご覧ください。
世界人口めまい何も知らない今も知らない自由を探す思い上がる画面の中は変わらないままどんな残酷でもどんな嘘を抱えてもこんな真実でも見えない顔に知られることはなくとも真っ直ぐで変わらないあの頃のまま今を生きている気づいたことに蓋なんてできなくて泥に埋まったかけら探し集めてつなぎ合わせてるあの頃の時代を答え合わすように巡る想いストーリーは遠い何も見えない今も見えない時代に生まれてよかった今日はそう思える真っ直ぐで変わらないあの頃のままここに生きている不思議なことに蓋なんてできなくて答え合わすように終わらない病終わってるんじゃない終わらせましょう